幸せとは分かち合えるもの、悲しみは分け合うもの。これは一体何ですか？あ、これはですね、牛の餌になります。輸入のですね、粗飼料も入ってるんですけど、 20% なり 24% なりの飼料稲が入ってるっていうのは、まあ、他の県ではない取り組みになってます。今日のこの空は遠い遠い過去からの。牛用の餌、飼料稲っていうのはあったんですけど、まあ、土地を守る、やっぱり水田を守るという意味で、やはり国産飼料を、まあ、作りたいと、つなぐ大地の絆ということで、大地自体を、まあ、やっぱり上手に循環させる。太陽も月も誰一人残さず、ちゃんと照らすように。 100%この餌やってればいいよっていうものはないので、はい、季節的なところはもう毎年で、乳牛は特に夏場が弱いんで、まあ、うちの TMR をやり始めてから、まあ、逆に 3.8 以上、まあ、もう大体出てますんで、夏場でもですね。牛乳っていう今その大地の恵みだと思ってますんで、それについてはやはりコストはある程度かかってるもんなんですけど、そこら辺のやっぱり消費者への理解、まあ、安いものをどうしてもこう手に取ってしまうんですけど、広島県産の牛乳を手に取って飲んでいただきたいなというふうな思いが。耳元でささやくように。